皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はプロテインの間違った認識について紹介していきたいと思います。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックして友達登録お願いいたします。プロテインっていうのは結構昔から間違った認識が広がっていて、今もなおそれが引き継がれている状態になります。今はもうコンビニでプロテインを買えるようにもなったぐらい、かなりプロテインが表に出てきている状態だと思うんですけど、それでもなおプロテインは嫌だって、プロテインって薬みたいやっていうイメージがやっぱあったりするんですよ。こちら間違っています。まずですね、1つ目、プロテインはあくまでサプリメント。サプリメントっていうのは健康補助食品になります。薬とかだと熱を下げる効果だったりとか副作用もありますよ。プロテインってそういった効果って正直ないんです。プロテインはあくまで健康補助食品、ただのタンパク質です。続いて2つ目、プロテインを飲むと筋肉がつくイメージっていうのはもうね、昔からあると思います。なぜならマッチョがみんなプロテインを飲んでいるから。まあそういうイメージが分かりやすいんで、テレビだったりとかそういったマッチョキャラクターってプロテインを飲むんですよ。あれでプロテインはマッチョになるってイメージがついちゃってるんですよね。この考え間違っています。プロテインは先ほどもお伝えしたようにあくまでタンパク質です。魚を食べる、お肉を食べる、プロテインを飲む、全部同じなんですね。確かに消化過程が少ない分吸収速度は速いです。ただ実際に摂取しているエネルギーとしてはタンパク質になるので、それを飲むだけで筋肉がつくというわけではないです。筋肉増強剤ではないので、そういったところはご安心いただきたいです。マッチョになりたいのであれば筋肉に栄養を与えないとダメ。筋肉の栄養となるのはタンパク質だから、しっかりとタンパク質を摂る必要がある。筋肉を大きくしたいのであれば体重かける最低でも 2g 摂っていただきたいです。僕の場合体重が今70キロあります。70×2 ということは 140g のタンパク質を1日取らないとダメなんですね。だいたい鶏肉1枚 200g でタンパク質は 40g ぐらい取れるんですよね。ってことは1日僕 3.5 枚食べなダメなんですよ。きつくないですか。1日鶏肉2枚食べると 80g ですよね。ということは不足しているのは 60g あるんですよ。他の卵だったりとか魚だったりとか取っていっても足りなかったりするんで、残りの足りない部分をプロテインで取ってあげる。こういった意識でプロテインを取ってあげるといいんじゃないかなと思います。食事で取るのが厳しいからプロテインで補おうということですね。ラスト3つ目、トレーニングしてない日にプロテイン飲んだら太るんやろ、こういう誤解ですね。いっぱい食べてカロリーオーバーして痩せない生活をしている人がプロテインを飲んだらそりゃ太るでしょうと。総カロリーが増えるからそりゃ太るんですよ。プロテインを飲んで痩せるっていうのも間違ってます。プロテイン飲んだら痩せんねんてって思って飲んだら全然痩せず、なんならカロリーが増えてさらに体重増えたやんけっていうところから来てるんじゃないかなっていうのは感じるんですけど、まあそういったのはやっぱりカロリーオーバーやからですね。逆にカロリーが少ない人っていうのは基礎代謝が下がっています。そういった人がプロテインを飲むと総摂取カロリーが上がる、つまり基礎代謝よりも多くのカロリーを取ると代謝っていうのはやっぱ戻ってくるんですよね。代謝が戻ったからスッと体重が落ちていく状態が出来上がる。なので量を増やしたのに痩せたやんっていう人は出てきます。それは基礎代謝よりもしっかりとカロリーを多く取って代謝を戻した状態だからこそ増やしたのに減る状態になります。この基礎代謝を下回った生活をしているとどれだけカロリーが少なくても体は飢餓状態になっているので痩せないように働くんですよね。プロテイン飲んだら痩せたっていう人がいるのはそういったことが原因になっております。誤解をねなくしてプロテインをね効率よく取ってあげることによって気楽に健康を維持できる、体型の維持もできる。今美味しいプロテインいっぱいあるので飲んでみてください。またコメント欄にコメント、よかったらいいね、チャンネル登録も忘れずにお願いします。概要欄に貼ってあるリンク、ぜひチェックしてください。お得な情報が載っているかもしれません。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。